当然ドバイとかモナコとか普段あんまり行けないようなそういうお金持ちの場所に行って人脈を作ろうかなと思いますね。あ、そういうお考えがあるのね。人脈って例えば？あ、そのビジネスのチャンスがあればそういったこう投資。ビジネスってあなた何か考えてらっしゃるの？あ、そうですね、僕一応起業家として活動して。あら、起業家？ちなみにどういう？IT 系ですかね。あら、 IT、 なんかもう見た目からして IT な感じがわかるわ。センター分けにされて、うん、素敵よ。何に使うの？土地を買う。土地を買う、なるほどね。あなた今何歳？22歳です。22歳で土地を買うなんて、あら。とりあえず渋谷に家が欲しいんで、とりあえず1軒借りて、あ、2軒くらい欲しいから、2軒くらい借りて、それであともなんかとりあえず回転寿司でもいいから行きたいなって。なんで渋谷なの？回転寿司もたくさんあるし。回転寿司がお好きなのね。ちなみにどんなネタ？マダイが好きです。美味しいわよね。あなたは？回転寿司ですか。マヨコーンが一番好きです。マヨコーンね。刺身が食べれないんで。はい。ばらまく。ばらまく？どこで？ここで。ここ。人のためにっていうことね。そうね、人のために。あなた本当に優しいのね。家に入れて、あの、家族に分けます。家族が大好きだから。とても涙が出ちゃう。素敵ね。どうしてお好きなの？ね、やっぱ自分の家族ってその人たちしかいないと思うんで、大切にしなきゃなんで。あら、もう聞いてて私が泣いちゃうわ。私も家族を大切にします。あなたのおかげよ、ありがとう。じゃああなたね、次。あなたは？プライベートジェットとか借ります。で、空飛びたいです。あなたアクティブなのね。そうかもしれない。あなた家庭的だわ。そうですね。素晴らしい。何のお友達なの？あ、元々中学で、席が前後で、そこからずっと仲良くて。すごい素敵なお二人ね。ありがとう、今日は。